はい、どうもセリカです。うわ、出てる。今日2月26日から映画変な家とのコラボイベントが始まるということでログインをしていきます。あ、青の試練期間延長、これはねちょっと私はありがたい。途中のがあるので3月8日15時まで。あ、そしてグランプリレース青鬼レースが開催されてるっていうことで、トッパーズカップは過去の復刻かな、多分持ってる人は持ってるやつだと思います。出た。映画変な家イベント1。あ、まだ公開されてないんだ。3月15日公開の映画変な家とのコラボイベントが開催。栗原、雨宮かな、ゆずきの限定スキンが登場。これさ、めっちゃ似てない？一番左佐藤二朗さんでしょ。めちゃくちゃ似てる。え、やばこれ。すごいね。この小ささですごい似てる。間宮祥太朗さんもこうイケメンがちゃんとわかるし、可愛いリナさんも可愛い感じ。いやーこれは欲しいですね。コラボチャレンジでゲットできるぞ。今回は多分コラボの塔とかはないイベントだと思われます。3月11日まで。結構短いね。短いぞ。うん、え、アイコンのやつこれかな。映画変なイベントに100人サバイバルでは変な青鬼が巡回して、この人かな、変な青鬼。期間限定で青鬼観戦や青鬼人狼で変な青鬼になれるぞ。なるほど、もう出ちゃってますが。やばいね、スキンセット販売中。あ、そうだ、メイドインアビスコラボ終わってしまいまして、メダルの順位が421、プルシカ2体ゲット。慣れ果て、ワード、青ゼニと青ジェムがいただけまして、ありがとうございます。映画をね、ちょっと見たので、アニメの。プルシカはね、ちょっと、あー、やっとゲットできたっていう感じ。かわいいね。夜明けの花。全部意味がある感じがして。あー、楽しかったですね。メイドインアビスコラボ結構ハマってしまいまして。はい、ログインボーナスゲットしていきます。もうバッサリ切り替わっての新コラボが始まっているので。あ、来た、え、ちょっと待って。変な家コラボ特別ログインキャンペーン1。これ好きんだよね。ヒロシ。ヒロシスキンがもらえるのかな、ログインすると。今んとこ3体と青ゼニ。1なんで多分2とかもあるのかな。あ、書いてあるわ。変なヒロシは前半後半で合計6体獲得できます。スキンチェンジするのかな。どんな姿になるのか。珍しいスキンがもらえましたので、ログインは結構した方がいいかもっていう感じですね。1日おきにスキンがゲットできそう。いたわ。変なヒロシいたわ。変じゃないよって言ってる。怪しすぎる。ただ、5体でスキンチェンジなので、1回ログイン逃しても、スキンチェンジいけそうな感じではありますね。やばい。やばいね。結構変ですよ。変だね。さっきちょっとチャレンジ覗いてきたんですけど、百サバとか人狼とかガチバトルとか、結構やんなきゃいけないっぽいので、ちょっとだけ、やろうかな、と思います。あ、一応コラボマップではなさそうな感じ。ただね、私まだ、スクワット、鬼、ブロックシーズンの、会えてなかったりもするので、とりあえず探しながら、お面タイプだった。かぶりもんかと思った。お面でしたね。やば。横顔やばいな。あ、すごい減ってる。すんごい減ってる。怖い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 。やばいやばい。いや、このさ、くる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 する感染、このノーマル青鬼が一番苦手。なんか、急にポンってくるし、急にくるくるなんかスライドしてくるし、めちゃくちゃ嫌だ。やばい、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 やばい。3体目なんだろう、出てこないかな。図鑑埋めたいんですよね。助けて、ほんと嫌だ、この青鬼。ほんと、おぉ。あ、よかった。青鬼、ゲ、1カウント。あ、やばい、これだ。変な家、コラボマップ、ぽい。そうですね、間取りのお話というか、私はその映画はもちろんまだ公開されてないんですけど、 YouTube でこの元ネタとなる、あの電話でやり取りするこんな変な、あの間取りがあるんです的な感じの、なんか不動産ミステリーみたいなのは見たことあるんで、いや、なんかね、間取りが変なんですって、おそらく。あ、こっちもある。あ、もう2階建てのお家で、なんか普通の、あ、お風呂場なのにお風呂がない感じが異様に怖い。怖い、ここなんだ。怖いね。広いお家だね。なんかその時は、あの、間取りを見ながら的な感じだったんで、よくわかんなかったんですけど、普通の家じゃないような、はぁ、え、ベッドが、どうなってんのこれ、ベッドが。うん、これソファーなのかな、グレーの。うわぁ、ちぃ現場だよ、現場。やばい。なんかソファーがベッドにめり込んでるのに、あ、こっち何、え、
ッキーのとこ、あ、隠し部屋みたいな謎の階段ももしかしたらなんかの、これ映画に忠実なのかな、ちょっとまだわかんないですけど、変な家だよね。え、これ動かない、これ置物の青に車、これジェットコースターの前半みたいな、いや何この火のマーク、なんだろうな、乗ってるよ、一人固定青鬼が乗ってるよ、怖っ、急に動かないよね、もう怖いな、これちっちゃいよね、でも普通の青鬼よりちっちゃいから多分、何置物サイズ的な、やばびっくりした、駐車場、あーいるあなたもお面か、そうかお面だね、かぶりもんかと思いきや、やっぱお面だ、一緒だ、おさらちょ、これさ全員欲しいな、ミカもタケシもタクロもこの、あお面タイプ欲しいな、はい、見よう見よう、マップを、多分今回間取り、あ出た、間取りがね結構重要というか、まあ逃げる分には普通の、いつもね変なマップなんで違和感ないかもしれないんですが、普通の家と置き換えると変なところがたくさんあるのかな、ちょっとわかんないですが、ただベッドがめり込んでるのと謎のジェットコースター駐車場みたいなあったのが気になる、へー、なんだろうな、ちょっとゆっくり見れないよね、逃げ回ってると。どんなだろう、ちょっと映画も見たくなりますね。で、ちなみに変な家っていう名前で遊んでみましたが、怖っ。ポツンと怖っ。とりあえずね、今んとこなんもなかったです、名前裏技。今後なんかあるかもしれないんですが、はい、こんな感じ。ヤバマップ。ちょっと人狼もね、やんなきゃなんですが、公式マークついて、初めてなんで、もうバレバレなんがちょっとやだな。なんかバレてるじゃん。逃げも隠れもできない。あ、とりあえず人間側。確かチャレンジャー人間側と人狼側どっちかも勝利しなきゃいけないんですが、まあね、人間側で勝利できればまだ、いっか、もうチャレンジのためにやります。本当は、ちょっと、応援してますって言ってくれた？違うかな？あ、ワードがやば。人狼用でなんもないわ。なんもない。ごめん。とりあえずは、人間側なんで、なんとか逃げ切れれば、勝てるもんね。何回か多分勝たないとチャレンジ埋まんないというか、スキンもらえなかったと思うので、やばい、ワードがね、変なのしかないわ。会話ができるワードがない。いや、ちょっとやだな、公式ついてる時の人狼とガチバトルも多分やんなきゃいけないんで、よし、3つ、この上も大丈夫だね、まだやってなかったと思う。よし、下には人がいないので今のうちやっちゃおう。そうだよね、そうですよ。そうなっちゃうよ。いやー、投票されてしまった。いやー、え、絶対勝てないじゃん。どうしよう。やばすぎる。いやー、やばいよね。やばいんですが、投票される可能性もあるってことは、もう、初回で分かりましたわ。今ので。やられるよね、そりゃ。どうしよう。人間側ならまあ勝てるかなとか、ね、一人で戦うんじゃないんで、人狼側より、有利かなと思ったら、めちゃくちゃ不利だった。やばいよ、どうしよう。でももうチャレンジなんで、もうギリギリまでやりますよ。チャレンジ達成するまでは。ちょっと待ってね、七種のニケちゃんがいるのが異様に怖い。どっかにいそうだし、その子が人狼だとしたらめっちゃやばい。怖っ。ただもうチャレンジ終わるまでもやりますよ。やって、勝って、やりますよ。やんないとかも、あー怖い。やんないとだもんね。いや、投票される日が、来るとはな、何もしてなくても疑わしいもんね。あー、ショックだった。やっぱりそうだ。いたんかい。怖ー、びっくりした今。やばい、ガチバトルです。もう逃げれない。いやー、もう怖いな。やられまくることを覚悟でチャレンジなのでね、何回かはやんなきゃなーという感じで、とりあえず行きます。ガチバトル。狙われる可能性はもちろん、下手なんで、即死の可能性。ガチバトルなんだっけ？ガチ青逃げ。あ、ありがとう、そんな優しい方がいるとは。みんな敵だと思ってた。怖いよ、本当に。まず、遅いしさ、逃げるの下手だから狙われそうだし。なんか新マップ確か、だよね、それもなんかできてない感じ。とりあえず、あ、あった、ウイルスあった。怖っ。めちゃくちゃ怖いガチバトル。絶対狙うじゃん。ガチ青逃げし、あ、ごめんね。チャレンジのため、ちょっとごめんね。あー、さっき声かけてくれない。ごめんなさい。チャレンジの間だけちょっと頑張らせていただいて。いや、でもみんなガチだもんね。もういいよ、忖度なしでどんどん来ちゃってもらって。やだ、ね、すぐ終わる。3期はすぐなくなるよ。
やばいね。でもいいよ、頑張るよ。え、死んだと思った。貫通した。なぜか貫通、あ、ちょっと、オッケー、ごめんね。ごめん、ごめん、ちょっとごめん。何人か倒さなきゃいけないんだよね。ガチアオリがちょっとしばらく無理だとして、あ、ごめんね。何人か倒さなきゃいけないから。いや、やだな、人狼とガチバトル、ちょっと今まで、あっ、すぐ終わるわ。ちょっと今まで以上にやだな、名前ついてると。とりあえずなんかスキン欲しいよね。なんか頑張りたい。ガチャバトルと人狼はもう後々ゆっくりやります。人気が少ないとこか、ちょっと、頑張れそうな時に。あ、どうしたどうした、そんなでっかい体して。青鬼が止まるのなんだろうね。さっきも1体目がなんか止まってたしね。あー、チャレンジしんどいかもな。今まで以上にしんどいかもな。ガチャバトルと人狼ちょっときつい。声が裏返る。期間がね、そんなないので。結構やんなきゃだなぁ。おー、本体がいない。本体がいない。ちょっとこのスキン全員出してほしいなぁ。これちょっとやばいよね。面白すぎる。いないね、3体目出ないのなぁ。ここかな、ここにいようかな。ということで、締めようかな。変な家映画とのコラボが始まってまして、結構私的には難しいチャレンジが来てて、チャレンジクリアで、スキンゲット、スキンチェンジは、キラキラかな、わかんないけど、なんかキラキラな気もします。で、コラボの塔とかはないんですが、試練は延長と、あとはグランプリレース、青鬼レースも、あれっぽい感じですね。3体目来てくんないかな、図鑑埋めたいし。ちょっとマジでやんないと、スキンもらえないかもなんで、頑張りたい。ひっそり、できないからな、もうバレバレでやるんで、遭遇したらちょっと投票だけは、怪しい時以外は、ちょっと勘弁いただいて、チャレンジクリアさせてもらえたら嬉しいなと、思います。これ勝てるかな、これ勝ったら、あれ、よかった。いけた。これで多分、スキンゲットかな？チャレンジ、ちょっと行ってみたいと思います。オッケー。さっきのと今ので青逃げ2回できたので、雨宮どっちかな？雨宮翔太郎さんのスキン、ゲット。芸能人、というかまあ俳優さんのスキンも結構ゲットできるので、青逃げオンライン、アニメスキンとかもね、結構すごいと思うんですよ。コラボめちゃくちゃあるんで、いろんなスキンゲットできるのでね、楽しいと思います。連続コラボですが、メダルではないので、まあね、簡単に、ひたすらガチで遊ぶっていう感じかなと思います。はい、ということで変な家コラボが始まってまして、チャレンジでスキンゲットと変な青鬼が出現しているコラボマップ、あとは人狼とガチバトルも変身できるぞ。ガチバトル変身できるのかな、違うか、人狼が変身できるぞっていう感じですね。あー頑張ります。遭遇したら温かく一緒に遊んでもらえたら嬉しいなと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他にも動画やショート動画たくさん出してますので、ぜひ遡ってチェックなどなどしてもらえたら嬉しいです。それではまた見に来てください。バイバーイ。